はい、こんにちはケンです。ということで、60%、今回もね、やっていきましょう。でね、どうしようかな。前回このメイガンマンをクリアしたので、今回このクリア、DD ドーキンス、前途有望だったが、富士の怪我で、キャリアが終わった。大丈夫。あ、元子供アスリート。大人になった DD は新しい地元にいるのに苦労するが、現実はかつて想像してものよりは遠い。自信を取り戻す、いずれは、かつて期待されていたチャンピオンになることを望んで宇宙市民のプログラムに参加した。特性決定を7回成功させる。なんじゃそりゃ。まあとりあえず行ってみるか。よし、行きますよ。まあ割とね、勝ち筋見えたから、見えてるから、前回もそうなんだけど、いけると思うんだけどね。頑張りましょう。焦るな。はや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 、動き早くね。動き早い。やばい、こいつ。なるほど、こういう特性か。なんかやるな。シャトルで。こいつはね、なんか飯全然なくね。飯が全然ないっす。飯。で、あとパワー系が欲しいな。あいつ呼んでくるか。こいつ呼ぶか。お、パワー系を連れてくる。スタダダダダダダダー。あとはこれ絶対いる。これえあだよし、お前来い、行くぞ。ちょっと待て。どうだ、間に合うか。この1個だけ持ってく。いけ、死ね、バイバイ。よーし、かっこいいな。やるね、この子。やるね。なんか運動神経が違いすぎるな。まあアスリートっていうだけあるね。行きましょうか。ブー。まあここら辺は大丈夫ですね。はい、船長、全ての宇宙市民ミッションは指揮官の士気を高めるスピーチから始まります。ここはですね、このしなやかがですね、機敏さが高いので、これをこれにします。 DD さんは機敏さが高いです。カフェイン添加、意味あるのそれ。よし、まあ行きましょう。まあぼちぼちじゃないかなと思うけどね、今回の物資に関しては。あのちゃんとこの靴下もあるし、こんなにもきっぱりとしたスピーチや、そしてまとえたスピーチをした人、今まで誰一人といませんよ船長。それともこの宇宙では、あなたは自分が運を引き寄せ、必ず生き延びてみせると話しました。あなたの話し方からして何か作戦があるように聞こえました。本当に作戦でもあるのですか。まあ、あとは一緒ですね。はい、スープも多いし、かなりいい感じのになってるかなと。船長、エラーが発生しているようです。エラー、私は壊れています。直接してください。システム空、迅速な交換が必要です。はあ、知能賢いできますか。船長の特性、船長、何とかしてください。何とかしてください。どれくらいかかどうできるか分かりません。迅速に対応。そう、いきなりこんなめんどくさいことをさせられるのか。もっとためになるミッションをちょっと欲しいな。おはようございます、船長。コミュニケーションを取るのが難しくなるエラーを直してくださりありがとうございました。あなたはなかなかのハッカーですね。認めざるを得ません。ほっとしましたよ。それがあなたのためでなかったら私に何が起こっていたことか。ありがとうございます船長。ベイビーは言うにはあなたが船長で嬉しいそうです。あ、それはベイビーブロンコ連れてきたね。船長、いい知らせと悪い知らせがあります。いい知らせは、エアロックを船長トイレ、宇宙トイレとして使用することに成功しました。今エアロックは満タンなので宇宙に中身を捨てなければいけません。悪い知らせは、エアロックのハッチが開かなくなってしまいました。すぐに修理しなければ、詰まったトイレが元ですぐに人類滅亡レベルの事件が起きます。テープはある、大丈夫。なんとか行きたいね。あのダクトテープのおかげで助かりましたね船長。もうエアロックハッチは完全に使用可能で、厄介な貨物はありません。我々は安全です。匂いも消えてなくなるでしょう、いつか。なるほど、まだお腹空いてないですね。よし、行きましょうか。船長、あなたはクルーが十分な食事を取ることは大切です。美味しい缶詰のスープは一つ与えれば数日は持ちます。一つのスープが生と死を分けることだってあるのです。ですからしっかりと在庫を十分に認識しておくことは重要です。これは頭がいいやつが任命した方がいいから、これはエメット君ですね。もうだいたい決まってるから、もう方針はエメット君であれば、このスープ缶をもう一つ増やしてくれるレベルのことはやってくれる。
年2個増やしてでしょ。定期的な在庫確認がたった今完了しました。大山見てください、在庫は増えているではないですか。人間の狂いよくやってくれました。現在シャトレーのスープ缶は8個、正確な集計は10個。エンターテイメント物資の代わりに追加の食料はこのシャトレーに届きました。ついてますね。ステーションから集めてきた食料は十分すぎるほどあります。少なくとも今のところは。ただし一度に全部食べてしまわないようにしてくださいね。せっかくエメットが見事な仕事ぶりを見せてくれて、彼に荷物証拠を任せるのが公平でしょう。なんで荷物証拠は鉱物を生鮮するんだろうね。いまいちちょっとそこはよく、化学物質ありすぎじゃね。あ、もしかして俺が持ってきたあれ化学物質だったのか。なんか箱みたいなやつ、箱化学物質だったんだ。俺てっきり全然あんまりなんか意識してなかったな。上か。しまった、ハッキングされてしまいました。あの小さな小惑星からのメッセージを返し、宇宙船が、あ、クルーの力強いで、ちょっと待ってね。エメットはまだ飯食わなくてもいいのか。ディーディーとベイビーだけ渡してクラフトどうする、させる、アップグレード、だろう。電力をちょっと蓄えたい気がしなくもないよね。アップグレードでこのクラフトモジュールがにしたいから、電力蓄えたいが、かといってスープ缶とかは無駄にするわけにもいかないので、まあ一回一日終えましょう。まだまだまだちょっと早いね、電力を。私はウイルスが広がる暇を与えませんでした。あなたとクルーはドライブを引き抜きました。ドライブに保存されていたデータを使ってもらいたいとうずうずしているのは、あの原子のように今でも感じられます。心配ありません、バックアップを取ってあります。私は星長に戻りました。ありがとうございます。船長すごいな。ウイルス発生症になった小惑星を調べてみました。そこには実はエイリアンの物資倉庫でした。いいですね。えい、うん、酸素レベルが下がっています。酸素ゴミ用のモスカルか。こういうのはもう、これ力仕事はブロンコですよ。ベイビー頼むぞ。よし、ベイビーがデッキの下に降りて、行くと、彼は米国とソ連の非常識な手書きの絵に気づきました。これってさ、成功パターンじゃないんだよね、いつも。船長ちょっといいです。これはかなり異常な現象です。不明のメッセージを検知してるんですが、それは誰かが送られてきてるか分かりません。どうしよう。エイプリルにやらせるか、この暗号解読。はい、プププープ。初めての連絡。船長これを見てください。私はそう簡単に幸運することはできないのですが、しかし人類と人工AIにとってこれは最も素晴らしい瞬間の一つでしょう。これは宇宙人が見つけたってことだね。はい、前回もちょっとあったので。船長、究極の名誉の時間で、シャトルで最も重要な作業があります。床のモップ掛けです。聡明な知能でいきますか。緑のシミから小さな火傷までしっかり磨かないといけません。エメットが暇そうですよ。彼にエルボグリースを塗らせますか。いや、力ビビリだもんな、このエメット。エメットはちょっと無理だよ。なんかディーディーいつも眠そうだね。いつも眠そうな目してない。エメットが洗浄に使えそうな混合薬を作りました。なんとうまくいきました。さらにその場しのぎの洗浄薬で驚くほどシトロンの香りです。みんな綺麗になった空間で頭がすっきりしています。到着時刻はあと T2 か。待っときましょう。船長、我々はこれから青函ガス領域に突入していきます。期限は不明です。私には持論があります。ガス漏れが起こってる。エイプリルにやらせましょう。10日目。エイプリルはシャトル内でガス漏れを防止するために素晴らしい仕事をしました。これは化学物質生成犯だよね、多分これ。違うか。ただガス、ただの化学物質を取り出しただけか、エイプリル。すげえな、これ50ももらったぞ。アップグレードなんかしとく？いっか、まあ、ほっとくか、これ。ほっときましょう。原子バッテリーがあるおかげでこれちょっとずつ増えてんのか、電力。まあそれはありだね。スープ1個作っとくか、せっかくだし。どうしてそのって言われても、全員飢えてるな。スープが丸々4つなくなってしまった。船長大丈夫ですか。腕に出ている変なブツブツが心配です。
ブツブツが見えますか？メディカルデータベースを検索してみるのしばらく見てくだ待ってください。ハンドブックがあれば大丈夫なの？ない。え、これ大丈夫？大丈夫？病気になったりしないか？うわ最悪。昨日変なブツブツがあなたの体に出てきました。あなたは何もしなかったので症状は悪化した。あなたは自己判断を試みましたが判断できることの資格はあなたにないことは明らかです。あ、船長きっぱり言いますけどそれは全身性エリトマトーデスではありません。船長、病状はこれ以上進行することはないと思われます。すでにあなたの健康状態に大きなダメージを与えています。最悪じゃん。病気、まあこれでいくか。でさ、アップグレードでさ、なんかこれアップグレードしないか。これ救急キット、救急キットアップグレードしてから使おうぜ。よし。で、起きてください船長。私たちは天体のようなものに接近しています。少し月に似ていますが多分あれは小さな惑星だと思います。簡単なスキャンを実行します。96 98 100。私の予想当たっていました。小さくて岩のような惑星です。有機生物はいないのでしっかり下ではたくさんの活動が見られます。あー変ですね。私のレーダーが呼吸可能な大気ですが低い酸素濃度を検知しました。何ですか船長。もしこの惑星に安全に着陸したいのであれば操縦システムの小さな故障を直さなくてはなりません。とりあえずベイビー行ってこい。10で行け。あ、まあ、ついちゃった。なんか氷の惑星みたいなのについたぞ。12日目。おー、ロボ豆腐。あなたは拳銃を取り何も考えずに、操縦パネルの横にあった絡まりを撃ちました。うん、しっかり頭を使うべきでした。少なくとも一度くらいは。あなたのせいでさらに故障は悪化しました。そうですね、シャトルは確かに方向転換をしました。でもスピードアップして岩だらけの地面に衝突した。穏やかな着陸ではありませんでした。この大胆な着陸の後では顔色がいい人なんて誰もいません。私さえあまり気分は良くありません。コアまで動揺しています。そうです、全てのコアです。あなたの顔はもコミュニケーター文字にひどく打ちつけ、そのうちの一つはもう役に立ちそうにありません。沈黙は避けたいなら修理することを検討しましょう。さあ船長、次はどうしますか。周囲をスキャンしている間に入手した情報を利用してみるなんてどうでしょう。相当奥にはない場所にロボットのユニットがあるようです。私のスキャンでは攻撃的な修理なら検知できませんでした。多分平和を好むロボットたちなのでしょう。誰が作ったんだそのロボット。大半はもしかしたら彼らが私たちの助けになってくれるかもしれません。それに最悪あなたが死んでも私には話し相手ができますし、ウィンウィンじゃないですか。船長、キャビンの後ろにある探索モジュールの現在使用可能です。あー、おいちょっと待って、結局、おい結局できなかったのかこれ。あ、そういえば通信コンソールみたいなやつがない。おいー、マジか。クラフトス、ちょっと待って。これは何解体したらこれ得られるの。スープで得られる。スープ解体でいいよ、問題ない。で、何探してる。観光案内所、電力ゲットのチャンスか。ここは村、鉱物ゲットのチャンス。村に行かせますか。ベイビー村に行かせましょう。装備はまあこれだけでいいでしょう。この防具だけで。はい。で、船長、出所のメッセージ、ごめんなさい、それできないんですよ。次のターンで作るから、ちょっと。いやー、忘れてたな。それないとダメだ。携帯型コミュニケーターの不足により、有効な通信コンソールの修理ができません。残念ですね。私は外の世界との通信手段のないまま、ここに閉じ込められたままで、状況は改善されるまま。今すぐに使用可能なコミュニケーターを通信コンソールに接続することを進めます、船長。分かったよ。作ればいいんだろこれ。はい。線なかおかいす線聞こえま船長。あ、こういう状況ではあーと言うんですよね。大きな声を上げるのは嫌いですが、大衆除去フィルターが正常に作動しておらず騒音が出ています。じゃあテープでなんとかしろ。てか飯は大丈夫か。上、うん、やばいな、ちょっとスープ缶がちょっと不足してきたな。あなたは摩擦したスクリューをテープと交換し、あコミュニケーターよかったね。継続的な騒音をかき消してしまうつもり、船内のクリアに聞こえました。
壁が迫ってきています。あなたの妄想は悪化しています。おそらく死ぬかもしれない外に出たいという考えがあなたの頭から離れません、はい、そういう時に靴下人形です。あなたが飼っているのはキャビンじゃなくてシャトルネスです。いいニュースはこれが正常だということです。こんな状況では兵所恐怖症は不回避です。クラフトするか。救急キット救急キット作っとくか。これ3つちょっと作っときましょう。確かにこの飢えをしのぐとなるとスープが足りなくなるような気はするが、ともかくクラフト必要な気はする。あなたはシャトルネスを治療するために靴下を使用しました。素晴らしい結果でした。靴下にはいつも陽気なギョロギョロ目がついていて、しかも面白い声もしていたのです。まああなたが出した声ではないんですが、でも靴下を手にはめると想像力の限りを尽くしました。靴下がなくなった。ああ。シャトルの一つのコーナーからもう一つのコーナー、そして再び戻ってくるまで広範囲に及びました。あなたは秘密の種類と地図を求め、すべてのフロアパネルを調べ、暗い角からドラゴンを追い払いました。頭おかしくなったのか。なんか変なのもらったぞ。マスクが見つかったぞ。船長、システムが最適レベル以下で稼働しています。配線に何か問題がある可能性があると検知することができました。おなじみのフードの下を確認し、故障してしまう前に電線を修理してください。はい。アクロバティックのこっちを使った方がいいな。電車から待って真っ黒な隅でホコリをかぶってます。自分でこれを修理する方法を見つけなければなりません。はい。早くベイビー帰ってこねえかな。あいつ帰ってこないと話になんないぞ。よくやりました船長。ケーブルの大海原に身を投じ、素早く絡まっているケーブルをほどき、新しい場所にそれぞれ接続しました。作業中自分が何をしているのか分かっていたのを信じています。ただラッキーだっただけじゃないですよね船長。うるさいぞ。通信コンソールでちょっとした技術的問題が発生しています。言い換えると私たちは完全に耳が聞こえず目も見えないということです。この誤作動の原因を特定するにはどうしたらいいでしょう。はい、大丈夫です。通信コンソールコミュニケーターにぶっ刺せないのこれ。よし作れた。オッケー、スープ缶来た。暴力で解決できるものはありません。少なくとも通信コンソールと爆弾に向かって銃を撃ちまくったあなたの見る限りではおめでとうございます。一斉射撃のおかげで爆弾を解除し生き延びました。ベイビーが近くのロボット村から戻りました。あんまり大きな場所ではありません。ほんのいくつかの通りがあり、せいぜい数十のロボット家族が住むだけでベイビーが平和です。すべて平和です。ともかくベイビーは少し疲労しています。ベイビーは銃から出る濃い煙を少し肺に入れてしまいました。これは悪いニュースかもしれません。上疲労、まあ、少なくともスープ缶と救急キットのクラフトは完了したか。あと宝石、はい。なんかいろいろ増えてない？ロボット像。長さ1。ああ、いい感じだね。じゃあ行かせますか。爆弾クレーター。ロボット像はなんか一瞬で行けるから、じゃあ一瞬で行かせるか。危険性もほぼないよね。素手で行ってこい。大丈夫だよ。あ、靴下人形作っとくか。靴下人形作ります。はい。飯とまずいなこれ。飯がまあもうプラス1個ずつ作ればいいから、3ターンで作ればいい。まあまあ大丈夫でしょう。通信モジュールは壊れたままです。 OK、 通信モジュール回復。生活安定させないとな。こんにちは。大成功です。通信コンソールに取り付けられたコミュニケーターが見事作動しました。美学については判断しないでいただきます。これでメッセージ送信できる。あとは誰かがコンタクトを送ってくるのを待つだけです。よし。船長、ロープとスリッパ以外は何も着てない酔っ払いロボットがシャトルにやってきました。名前はロボスキーで、敷物に冷却液を注いだニヒリストのエイリアンの旅する楽隊に薬を盛られた。何を言ってるんだ君は。私にはどうしたらいいか分かりません。タイタンロボットニヒリストを壊れた敷物、多分このかわいそうなロボットを助けるべきです。原子バッテリーでもちょっとあげるか。よかったかもね、原子バッテリー持っといて。バッテリーを使ってロボスキーをフル充電したのに、彼の敷物を汚したニヒリストのエリアンですね、トラッキングできました。これを持ってほしいんだよ。幸運のボーリング用靴下だよ。もう片方を取り入れては忘れたけど、あなたに渡すと言って去っていきました。は？俺クラフトしたんだけど。ああ、これ最先端靴下になったのか。
なんて運が悪いんだ。アーティファクト作っとく？いや、スープ作った方がいいかな。いや、アーティファクトにしときますか。船長、私に不具合があります。誰が私のコードを変更したのか分かりませんが、その影響は壊滅的かもしれません。大丈夫、アクロバティックな俺の力でどうにかする。20日目、あ、戻った。おー、スープ缶持って帰ったね。 OK。 あなたは器用に私にバックパックを開け、問題のあるプロセッサーを見つけ交換しました。短期記録の数缶をなくしていましたが、それ以外私は大丈夫です。誰が妨害したのか分かっていません。ひょっとしたら敵は我々が考えるよりも近くにいるのかもしれません。なるほど、よし。ただベイビーが回復したから、再びこの爆弾クレーターに、ベイビーブロンコを行かせます。はい、はい、もう完璧な物資で行かせましょう。で、飯、こいつにも、こいつはクフカ OK か。クラフトモジュール、うん、まあスープ缶作っとく。船長、ロボットのノバト家族は付近にキャンプを設営しました。その年長者があなたのクルーと会いたいようです。スキャンしたところ彼らは武器ももちろん尖った防災も所持していません。どうしたらいいですか。しなやかな対応は望まれる。どういう対応だよそれ。あなたのクルーは壮大なパレードでロボットのキャンプへと入っていきました。そのロボットたちはあなたたちが穏やかに入ってくるのを見ると出てきて挨拶しました。その年長者は自分たちが伝染病の思いから長いから。伝染病ロボットがかかんの。ロボットはあなたと固い。こいつら自分がロボットって分かってないのかもな。彼があなたの手を握りつぶそうと なりたじろぎました。あなたは笑っておきました。ベイビーは地面にあるたくさんの穴を探索するために出発しました。ディーディーが飢えてて、エメットも飢えてると。シャトルは危険な状況。うわー、やばい、マスクがない。ベイビー持ってっちゃった。大丈夫かこれ、ちょっと怖いな。おいおい、マジか。全員負傷。フンじゃなくて、フンじゃなくてやばいよ。いや普通にやばいぞこれ。マジでやばい。どうしよう。船長、海にない訪問者が来ました。ロボットペンギンの隊員がシャトルを完全包囲しています。何か他の理由でナイフを振り回してない限り敵対的なようです。彼らは庭ペンギンですよ船長。裕福なロボットは庭先に置きキッチュな飾りです。彼らのコンピューターは全て殺人ウイルスに乗っ取られています。どのように対処しますか。アーティファクトを上げて有効に追い返しなさい。そんなことをしている場合ではない。あなたはクルーを集めて頭上にアーティファクトをかざし、自信を持ち外に出てシャトルを取り囲むロボットニアペンギンの目に立ち向かいました。聖なる生殖が命じる、この施設から立ち去れとあなたは言いました。ニアペンギンの赤い目がじっと見つけてきます。最終的に小さなロボットの装飾がナイフを下げて、目を離さないまま後ずさりしました。疑問がたくさん残りました。その後誰も眠れませんでした。は？は？クラフトモジュール内に制御できない電力サージがあります。エメット、じゃあ頼む。吠える声。ほう。エメットが助けてくれました。彼の迅速な行動の原因で妨害されたクラウトシステムが救われました。電源ケーブルを抜くだけで解決できるなんて思ってもいませんでした。クラウトモジュールを再起動する必要がありました。明日には稼働しているはずです。船長、裏切り者がいることはほぼ確実です。この惑星の表面のどこかから発信される SOS のシグナルを感知しました。参考までに正確な場所を突き止めるのに必要な計算を行います。すぐにもう少し詳しい情報を。船長、注意してください。やばくない？やばくない？マジ殺される。殺されるよ。船長、放射性物質を吸い込んで。マジ？ちょっと待って、マジ？
やばいな。明らかにあなたやクルーはその部類じゃなかったです。ガス漏れは自然に止まるまで時間かかりました。皆さんいいニュースです。ベイビーは危険なクレーターから戻りました。いや待って、悪いニュースめちゃくちゃあるよ。エメッタは見たところまだ負傷しています。エメッタは死にました。彼の怪我は感染しました。エイプリルは生き延びれませんでした。彼女の怪我は単純に厳しすぎました。私は美しい機械のデザインを眺めました。理由は教えませんよ。さあ注目してください。私は食品ディスペンサーやが船内にあるのを見つけたのです。宇宙市民プログラムの全てのシャトルは一つ装備されていました。あのさ、マジでやばい。マジでやばい。マジでやばいな。怪我マジでやばい。てかマスク持ってかせるべきじゃなかった。公式な政府の調査によると、この宇宙のダックテープ治らないものはないそうです。さすが。椅子の足をレバーがあったところにテープで止めました。早速引っ張ってみましょう。ほら見て船長、新しいスープ缶がディスペンサーから出てきました。残念ながら中には一つしか入ってませんでした。心配いりません。残りのゴミは私が捨てておきました。船長、昨日感知した SOS のシグナルの発信源を特定しました。シグナルはどうやら古い組み立てラインから来てるようです。あー、じゃあ行かせてみる。俺じゃあベイビー行かせるか。じゃあゴーベイビー。はい、ゴーベイビー。私のバックアップ AI モジュールであるバッキーが何かに感染しています。この惑星のどこから干渉しているのかもしれません。素直に言うとバッキーは再起動が必要です。彼は冷却ファンシステムに負荷をかけすぎています。こんにちは皆さん、この間の中は過ぎます。バッキーが問題を解決します。ああ、とりあえず俺一人ぼっちか。このクソみたいな死体と一緒に俺は過ごさなきゃいけないのか。故障したバッキーがコントロールしている間、あなたは素早く立ち上がり、防具を冷却ファンシステムの急速に回転する回転ブレードの中に入れました。防具持ってかなかったっけ。っていうか船長、厄介なストレスが溜まってきているのを検知しました。推奨される方法、大規模なパーティーを開く。勝手ながら私も参加します。これはね、このこいつを使えばいいと思う。多分ね、1回で壊れない、この靴下は。なんで壊れんの。マジか。あなたは最高のパーティーでした。船長、あなたは靴下を手にはめて、それを人に見立てて姿を、が本当に面白かった。その人っていうのはどうやらミステリアスなティミー。しかもあなたはそれと白熱したディベートを繰り広げました。シックスイセカンドのティミーか。まあ切羽詰まると予想外の相手でも生み出しちゃいますよね。あなたがその靴下と言い争いを始め、最初に引きちぎった時、少し変だなと思いました。作りまーす。夜中に誰かは私たちの玄関先に小包を置きました。メモには人間用オーガニックのガラクタをお楽しみください。何世紀も前にくだらない取引で輸出しました。乾燥した古いエイリアンハーブがたくさん入ってました。オートマットには全く役に立ちません。燃やすか。燃やそう。ハーブの香りがしていいと思ったので燃やして、シャトル内の空気を清々しくしました。あなたは床に何時間も座って甘い香りのする煙を楽しみました。心なしかかなりすっきりしたといい、色が以前よりもかなりはっきりしていると言いました。大丈夫。目が充血してる。これ大麻だろ。それ症状は大麻だぞ。何かがシャトル内に染み込んでいます。あ、ダメ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 。これ死ぬ。死にます。これあ、俺はあなたがそれを止めるように指示したときは、キャビンの中へと入ってくるナノマシンの反乱は激烈となりました。大丈夫、死んでないよね。スコップとなんか変なのもらったけど、俺は健康、虚弱、警戒、疲労。何これ、かなり手間がかかる。は？やっとあなたシャトルの周りを散歩し、少し、外へ伸ばすためあなたを説得できて嬉しく思います。例えばあなたが私は絶え間ない泣き言を言って無理やり操作したと主張していたとしても、アクロバティック、
どうすんだこれ。クラフトモジュールちょっとあげるか。はい、防具破損中。この組み立てラインは何だったの結局。ベイビーが組み立てラインの旅から帰ってきました。彼は疲れているので少しお腹が空いていて震えています。彼は組み立てラインは古くから無人でオートマトンが避けていると言っています。新しいロボットはこの都市ではもう製造されていないようです。組み立てラインの上の階を調査していると、かすかに聞こえるビープ音がベイビーの注意を引きました。彼がビープ音を頼りに、埃だらけで散らかった地下へ降りていくと、部屋の隅まで続く活動停止したラインがありました。ビープ音は彼が頭のない古く錆びれたロボットの胴体に近づく、すぐにやみました。その隣には小さくて半分分解された動物型ロボットがありました。おそらく彼らの相手をするためにこの動物型ロボットが生産されたに違いありません。それにこのロボット、犬にそっくりです。正確に言えばチワにそっくりです。ベイビーはその壊れたロボット犬を犬に船に持ち帰りました。なぜこれらは機能停止しまったか私には分かりません。しかもそのロボット犬はガラクタの寄せ集めのようです。あなたが終了を見つけ出さない限りこれはただのガラクタです。分賃として使えるかもしれませんよ。修理方法か、かなり手間がかかる。どうしたら修理できるんだろうね。どうやって修理できるんだろう。なんか出てくるのかな、イベントが。あなたは小惑星が飛んでいるところを巧みに返し、粉塵が床に、積もるとあなたが粉々になっていることを確認しました。なんか逃げれたってことですね。うん、まだ無理だよな、これ。いけないよね、これ。組み立てライン、あれは何でしょう。小さなロボット数体シャトルの外に小包みを置いてきました。多分ウェルカムギフトですか。小包みを船に持ち込んでチェックしてみませんか。船長、どちらにしても無限にはできしませんが、中身には興味をそそられます。開けましょうか。開けるでしょう。小さなロボットが残した小包みを開け、は、いたずらでした。機械の蜂の巣が入っていました。おい、ロボットたちを駆除することができた頃には食べ物を探すために私たちの装備をたくさん突き刺していて、ひどい損傷を受けました。ふざけたことになってないか。どうしよう、修理するか。これ修理する意味あんのかな。これコミュニケーターとかアーティファクトとか、とりあえず防具は修理してやるか。ヒューマノイドらしきものが近づいてきているのを検出します。ロボットで私たちに向かっていて目が見えないようです。ロボットはシャトルのすぐ近くまで歩いてきて船体に繰り返しカンカンぶつかっています。これさ、壊れてても、でも大丈夫なのか。使えるは使えるのか。だったらなんかクラフトでこのライターとか作っといた方がいいような気がするよね、先に。ここでライターを作ります。ん、木が、え、そんな状態になってたの。取り乱したロボットが船体の頭をぶつけているのに、あなたはコミュニケーターを使用して解決しました。無線信号はロボットの途切れ途切れの心の中にある浸透してるはずです。ロボットは戸惑いながら周りを見渡し遠ざかり頭を振りました。使い酔いだったのでしょう。一応作っとか、この辺も。あなたは古い組み立てラインに見つけたロボット犬を修理しようと試みています。今のところかなり苦戦。それはダクトテープでしょう。取り除くことはできるのでしょうか。これはと、うん、あなたはロボット犬の複雑な内部から厄介なケーブルが飛び出しているのを発見してから数日が経ちました。あなたは長い時間を費やしてにもかかわらず何も変化がありません。これは本当に重要なのでしょうか。ひょっとしたら、新聞とかスリッパを持ってきたり動き出したりして、もしかして夜中の逃亡やこのロボットだったのでしょうか。頼む、ダクトテープでなんとか直ってくれ。ロボット系の内部にあったもつれたケーブルの小さな通信網を調べると、あなたはプラグと似た空のコンセントを見つけました。とても似た形ですが完璧には一致しませんでした。あなたはケーブルをその空いたコンセントに無理やりつなげダクトテープで固定しました。あなたのやり方には賛成できませんが、少なくともそのケーブルはもうぶら下がっていません。アップグレード、救急キットアップグレードしたいな。どうする、ベイビー行かせる、なんかに。あんま危険性があるところ行かせたくない。観光案内所、爆弾クレーター、爆弾クレーターに行かせるか、ベイビー。
送り込もう。警告警告、この宇宙船に破損箇所があります。この宇宙船はまさに汚染されようとしています。じゃあマスクで。地球外物質による汚染は宇宙市民に支給されている環境マスクの敵ではありません。あなたの都合がつき次第、検疫終了プロトコルを実施します。お伝えするのは CPU が張り裂けるような思いですが、マスクのエアフィルターは使用済みなので今後使用できません。マジかよ。ドーキン選手と2体のロボットはこっちに向かって当てどもなく歩いてきます。彼らは互いに向き合って手もつないでいます。一方の手は大きく小さい、もう一方の手を引っ張っています。親子でしょうか。大きなドロイドは片足の電力が少ないか引きずっていますが、小さなドロイドは背中から煙を吹き出しています。一方には電源ソケットあり、もう一方には大きな口のような収納場所があります。どうしよう。小さなロボットに食べ物をあげますか。小さなロボット救うか、せっかくなら。よし、小さなロボットを救ってみましょう。まあ飯関係はまあすごい良くなったよね。あなたはシャトルの前をゆっくりと歩いていた。親とこのロボットにスープ缶を持ってきました。あなたは缶をこじ開けて美味しいスープを少しだけ少年ロボットに進むと、そのロボットの背中の排気口は もっと煙が出ました。機械に食べ物を注ぐのは危険です、船長。コロボは生き返りました。機械的な子供をつかむエドロイドは素敵なデジタル愛を見せてくれました。まあ良かったのかな。もっと手がかかる。あなたは宇宙船の真っ黒な隅っこに錆びついたスープ缶を2個見つけました。やめとこう。いや そんな、いやいや行こう。大丈夫、やっぱり行こう。大丈夫、あの病気になっても治るから大丈夫。あなたは戸惑っていた古代のスープ缶に戸惑ってますね。無理もありません。どうやらこの宇宙船より古いみたいです。にもかかわらず今ここにあります。 OK。 ロボットの街が外を通っています。そうです、スターライトシティは移動型なんです。それは惑星の明暗境界線。すごい、昼が夜になるところの上を浮いてます。その街は昼側と夜側がありますが、星の明かりで 100% 電力を賄ってます。スターライトシティ追いかけてみるか。何かイベントが起きそうな気がするね。浮遊しているロボット町外はゆっくりとなり、あなたが追いつけるようになりました。そのロボットたちはあなたを酸素をくれ、無料で他のものもあげると言ってました。ああ、彼らはとても優しかった。ふさわしいロボットたちはこんな生命のいない困難な世界にあなたがお腹を空かしていることを心配し、よかったね。あなたはロボット犬を治すためにやれることは全てやりました。しかしあなたはツールと技術とノウハウに限界がありました。もしあなたが犬に似た悲しいガラクタの山を修理したいというなら、いくつかの部品を惑星周辺から集めてくるしかありません。はあ？あ、そういうこと。墓地博物館など。探査が戻ってくるまで待機だな。とりあえずパンフレットが窓に届きました。 E 防損をお試しください。ちょっと待ってね、これ結構大事だ。これ墓地博物館か。 E 防損をお試しください。あなたの惑星からユニバーサルショッピング登録すると無料プレゼントがもらえます。へえ、素晴らしい。 E 防損ネットワークで食料品、水以外ほとんど何でも注文できます。 1,2 銀河営業内以内に、ポータルを通して配達されます。しかし落とし穴があります。作成プロセスとしてあなたがいくつかの輪っかを飛んでくぐる必要があります。文字通りです。それはもうこいつに任せろよ。39日目、帰ってきた。あなたは床に触れ、すぐさま全速力で E 暴走登録ポータルを抜けました。そして青い稲妻の閃光ともに次元の裂け目の中へと消えました。シャトルが揺れ、あなたは無事、ポータルの反対側と飛び出しました。パンフレットの正し書きが大きくなり、認証プロセスに 1,2 銀河営業日かかり、それが終わり次第ユニバーサルショッピングを楽しむことができる。それからパンフレットはもう一度大きくなり、1銀河営業日、つまり5億2560万秒、またはクソが1000年と定義しました。最後にパンフレットはシャトルをスキャンし、あなたに約束された無料プレゼントの資格があるのか確認しました。その結果あなたは資格がない。もう無理じゃねえかよ。
ベイビーは爆弾クレーターから帰宅しました。多分でもあれだよね、待ってこれディーディー行かせるの、これ何、これ墓地、あーここか、博物館と墓地か、この2箇所ってことね。 OK、 うわーこのくまずいなこれ、とっととこれ健康虚弱大丈夫、これで一気に治療する。金属探知機はシャトルの近くで古代ロボットのロボット技術を検出します。どうしてこんなことが可能なのか分かりません。コーヒーメーカーです。ロボットはコーヒーを飲むのでしょうか。ディディ確かコーヒー好きだよね、コーヒー飲んでなかった、カフェインなんか。あなたとベイビーが豪華なコーヒーメーカーを掘り起こすと、ロボットの好みが合うように遺伝子が組み返された豆がいっぱい入ってました。つまり宇宙で最も長持ち、最高の豆の味です。最高でした。あなたは仲間と一緒にコーヒーを飲みながら、かつて人間のものだった芸術形態をロボットはどのように極めることができたか、何時間も学んで哲学しました。よし OK、 墓地行かせますか。危険度大丈夫だろ、素手で行ってこい、うん、いやちょっと待って、素手で行かすのやめるか、ワンチャン死ぬな、ワンチャン死ぬから、死んだらもう終わりだからこれ。はい頑張って、地表下で巨大エネルギーの高まりを感知しました。地震波です。地震が来ると思います。シャトルは頑丈ですが、この地面は頑丈ではありません。ここの土壌が地震が発生したら液状化します。数夜先にゴツゴツした場所の方が良いでしょう。シャトルのスラスターを利用してスタートスクートすることもできますが、オーバーシュートすると現在にも状況が悪化します。操縦してみようか、待機してるよりはマシだろ。あなたはシャトルのスラスターを利用してより良い地面までスクートし、地震が発生した瞬間には岩だらけの土の端にいました。悪魔のような数秒後、シャトルは大気圏突入をしくじったのかのように前後に揺れました。しかし揺れは止まり、目を開けると奇妙な沈黙が続きました。うん、見たことのない宇宙船が近づいてきます。その宇宙船はライトショーを行っていて、我々はコミュニケーションを開始した途端、ライトショーに合わせた音波が大量に流れてきました。あこれやったね、これベイビー早く帰ってこねえかな、このワンワンがどうにもならない、このワンなんとかしたいよね。42日目、あなたはダンスロードの挑戦を受けました。あでこれは OK か、上、船長、あなたは私に何か音楽をつけてと言いましたが、現在利用可能な周波数は一つしかありません。そしてそれはどれもトークショーのようです。うん、ラジオでロボットのご近所さん2人が言い争っていました。誰かのメカ牛が壊れたフェンスを横断して誰かのメカバナを台無しにしました。唯一彼らはフェンスに開いた穴を修理する責任は誰にあるのかという点で同意できていません。そして行き詰まってます。船長、私たちには仲裁必要ないと思いますが、あなたがしたいようにしてください。どういうことだ、ラジオの仲裁するのか。あなたはラジオの会話に入り、揉めている近所同士の仲直りして損傷部分を一緒に修理するようにアドバイスしました。あラジオに突入したんだ、すごいね、参加型かラジオも、素晴らしい、双方向性が素晴らしいね。人生はとても短い、悩んだり争ったりしてる時間などないのですとあなたは言いました。放送は静かになった。うん、チャールズ・ダーウィンのような高校野がエアロックを丁寧にノックします。彼らを中に入れて握手し、あなたの手をがっしり掴んで離しません。技術によって進化は止まります。ソビエトの科学者たちは私たちの種が強くなり進化を続けることを望んでいる自然淘汰ロボットで私が生まれました。彼はそれがあなた自身の利益のためだと主張します。まさに司会が言っていたのと同じで、あなたは信じられませんでした。警告したにもかかわらずあなたは私を入れました。さあ人間は宇宙の捕食者に直面するのです。まあとりあえず 銃で殺すか、とりあえず殺します。
ダーウィンの捕食ドロイドがあなたを掴みました。あなたは銃を上げてロボットの胸を撃ちました。ロボットはのけぞりました。損傷は受けていないようです。元の体勢に戻るとあなたは身構えていて狙いを定めました。準備する手段ありませんでした。チャールズ・ダーウィン泣き出しました。あなたを殺さなければいけないじゃないかと心配していましたとロボットは言って感情をあらわにしました。でもあなたは自分の身を守るのが上手なので生き残るに値します。嬉しいことです。友好的なボアのようにあなたを抱きしめ去っていきました。何だったんだ。ロボット犬に使えそうなら何も見当たりませんでした。何かが彼の目に飛び込んできました。それは見覚えのない文字が彫られた石碑に横たる一部分分解されたロボットでした。何年もの間、いやむしろ何世紀もの間このロボットが機能停止していたことは明らかでした。ベイビーや彼がいくつか部品を持っていったところで誰も気にすることはないだろうと考えました。ベイビーが必要だった部品を入手しました。よかったね。うん、よかった。疲労、疲労はこれで回復する。よし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 。じゃあロボットの、じゃあもう墓地は大丈夫ってことだな。 OK。 じゃあは次、明日博物館だな。なんていう訓練でしょう。ベイビーが宇宙市民緊急貨物用木箱は付近などを見つけました。チェックしなければなりませんでした。詳細はないに等しいからです。残念ながらそれはスラープの注射器がある以外は空っぽで、スラープの正式名称は宇宙市民活性化および全体的な改善仕様。誰に注射しますか。ベイビーでしょう。活性化させろ。強化人間にしてやれベイビーを。いやめっちゃなんかイケイケになってるベイビー。またこれをクラフトすると。で、なんだっけ、博物館か。 OK、頑張って。銃持ってくのちょっと辛いな。ガスマスク持って送ら出すか。船長どこです。船長見えません。停電起こってるようです。じゃあ原子バッテリーで対応だ。ワンワンの部品揃うかな。まあ揃いそうな気がしなくもないが。電源がつきました。どうやら原因はバッテリーがなくなっているだけみたいです。何がとても小さい非常に螺旋状の歯でそれを噛み切ったのか全く別問題です。あらら、空気システムで高濃度の未知の毒素が検出されています。あまり危険ではありませんが幻覚特性を持っています。衝突の際に空気システムが揺れ動き亀裂が入った可能性があります。それはテープでしょう。ダクトテープで対応だ。テープを使って亀裂を修理しました。テープは万能ですからね。とりあえずテープとかクラフトするものはたくさんあるな。もう大丈夫です船長。あなたが眠っている間ロボット犬を取り付けておきました。おい、最悪。なんだこのタイミング。あなたはバッテリーがないと言ったけどあなたは信じてくれたから一つのバッテリーを探すのに持ち物全部裏返しにする必要はないと思いますよ。どっかポケットに入れて忘れてしまうほど小さいものではないですから。船の操作さえもさ自分で繰り返すのはどちらかです。大丈夫かな、間に合うかな。おいちょっとふざけてんなこれマジで。なんでこのバッテリーが、もうちょっと勘弁してくれ。とりあえず原子力バッテリーは作ったぞ。私は機械で機械は声を聞くことができません。私は聞いていない声は大きくなっています。体重センサーか。シャベルで守ってやる。でクラフトダクトテープ作らせよう。どうだこれ電力いけるか。犬に電力ぶっ刺したいな。二次元の種族が船に侵入しました。ショベルを手にすると株式市場で噂のように目に見えない致命的な脅威に直面しました。あなたはがむしゃらに抗議しました。最初は空振りのように思いましたが怒りの叫び声はすぐに悲鳴に変わりました。ショベルを振るために恐怖不確実性空腹さえ忘れ勝利の
スリルだけは残りました。すごいな。ベイビーはでもなんか特に入手してないね。電力あるからなんだこの原子バッテリーつなげたいんだけど。移動型ロボットカーニバルの出店が外に展開しています。予備部品市場からレスリングや高電圧ショー、いろいろなテントがあります。まあじゃあ天才で、うん、待つしかないな。ベイビーは疲労してるから疲労終わるまで待とう。さすがに。あなたはロボットカーニバルのキャンプ用テントに入りました。そこでいつでも参加 OK なカードゲームに挑戦しました。全く馴染めだったにもかかわらずあなたは素早くやり方を理解し、やすやすと勝ちました。現金化するときに口ひげロボットのディーラーがあなたのチップを取って商品を取りテントに乗られてきました。ディーラーが少し戻って出てくると彼があなたの前のプレイヤーに最後の商品をあげたと謝りました。ふざけんな。船長、今朝太陽が昇ると私たちの船はシジルに囲まれていました。何シジルって、なんか味噌シジミの仲間ですか。儀式の輪にお供え物を残しますか。じゃあアーティファクトでお供え物でも残してください。おー、なんかロボット系無理なのかこれ。もしかして奇妙なシギルと記号が私たちの周りに現れた後、あなたは土の上にアーティファクトを置くことにしました。翌朝、不気味なシギルはすべて取り除かれ、残ったのはアーティファクトだけでした。なんと溶けた金属の破片で補強されていたのです。なんか治ったのか、よかったね。うん、うん、好きなものは何。ベイビーはあなたに尋ねます。俺の好きなものはこれと言って、服の襟に手を伸ばし、ブランドソビエトソッカーの小さなおもちゃのスーパーヒーローを出しました。あー、ダクトで直してやるか。じゃあベイビー行かせる、また観光案内所。はい、じゃあベイビー、でもどうしよう、博物館もう一回行かせるか。博物館行かせましょう。もしかしたら犬関係の部品が取れるかもしれない。よし、何か渡すのにベイビーブロンコに頼まれた。あなたはダクトテープのロールを渡しました。よしと彼はもごもごしました。ベイビーは少年の笑顔で優しくロールを開き上げました。彼は部品を出すためにクラフトモジュールの後ろに回りました。ずっと部品の上に座っていたのです。あ、これ見たな、このイベント。は？船長、あなたは何かに出し抜かれました。アンドロイドのようなもののようです。たった今起動しました。その背中のクモの巣の張った袋にはガラクタが入っています。金属破片、植物の破片やその他奇妙なものなど、この中には骸骨のようなものも含まれます。ちょっとドアは保護してくれ。私がエロックのドアを保護した後、外にいる不気味なドロイドは少しの間船体をどんどん叩いてました。そしてアンドロイドの双眼が広がりながら、それは恐怖の詰まったカバンにもたれ、とても小さな満腹した腕なのでものすごい勢いで押し始めました。あなたは全力でエアドックのドアを閉め押さえましたが、最終的にロボットは諦め来た方角へと帰っていきました。大丈夫か。あ、なんだ、なんかおかしくなったぞ。あなたはロボット系にバッテリーをつけました。ライトのようなものがチカチカ光り出しました。いい調子ですよ船長、そんな熱心に見つめないでください。一晩で生き返ったりしません。多分完璧に充電しようなので数日はかかるでしょう。もう少し時間を置きましょう。そうか、まあ、とりあえず生きるためのものを。興味深いお知らせです。これは、はい、大丈夫ですね多分。ベイビー帰ってこれるかな。数日間待てって言われたから数日間待ちましょうか。ロボット機用がたまたま、シャトルの近くを通り過ぎています。エネルギーの非強的強化剤であるリコンフィギレーターなるものを利用することを推奨、まあ、大丈夫な、これでいくらでも。これ修理しとくか、ベスト。なんだ？なんだ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 お前、え？宇宙教室？
は？共産主義のマークだ。お前誰？誰お前。あなたは機敏さを増やせることを願ってリコンフィレーターに貼りました。そして機械から出ると確かに足が軽くなった、しかし不幸な副作用として疲れやすく以前ほどたくさん物を持てなくなりました、抗議しようとしましたがロボットはボタン一つで機械を、梱包し申し訳ありませんが払い戻しは受け付けませんと叫ぶました。なんとは彼が追いつくことができました。力は弱くなってて車を止めることはできません。ベイビーが遠征から帰ってきました。いや、こいつの説明は？え？あの、え、なに？これが運ばれてきたってこと？これもしかして。ロボット起業家がエネルギーの卑怯主義的強化剤にあるリコンフィギュレーターがどうだこうだっていうのの結果これ？いや、裏じゃねえよ。恐ろしいことになってんな。船長、何人かの宇宙飛行士が外の道端にピクニックしてます。待ってください、彼らはソビエトの宇宙服を着ています。しかも彼らは歌っています。カチューシャ、ソビエトの飛行士がなぜこんなことをしているのでしょうか。彼らがあの私たちを監視していた奇妙なグループだったのでしょうか。じゃあシャベルで抵抗しろ。とか言った。ショベルで侵入者をついて追い出すなんて宇宙市民船長の模範的な行動です。逃げた方が身のためだとこの共産主義者め、今回はなんとか防衛することができました。しかしあの亡霊たちはこの世界を今も呪っていることを忘れないでください。すごいな。船長、いい知らせです。もし私の計算が確かならそろそろロボット犬が作動し始めるでしょう。あ、正直にこのロボット系は退屈です。ロボットに付属品がなくったって私はいいと思います。でもおそらく私が少し理論的で古風な言い方なのかもしれませんが、どうしてもそうしたいというならいくつかアップグレードしてもいいですよ。天才的なやつでいきましょう。どうだこれ、クリアできんのか。これいけるか。小さなペットはそのままでほぼ完璧だと判断したあなた、あなたは多少きれいなティッシュペーパーで磨いてから全ての電線を元の場所に戻し、隙間から砂をきれいに払い出しました。ベイビーブロンコは一日中変な様子です。あなたはようやく彼の様子を確かめました。船長、みんな俺の筋肉しか信頼してくれないんです。耳にすることで言えば俺がどれだけ脳筋かってことだけ。俺は暴力に頼りすぎるせいで必要以上に問題に巻き込まれている。まあそれはソウルっぽい気がするけど。うん、ワンワンはどうなるんだ一体。62サバイブしたぞ。ベイビーは目的を見失いかけた時、あなたはぐっと我慢して歯を食いしばりなければいけませんでした。彼はいろいろと厄介な状況を招いたからです。あなたのためらいに気づくと静かに自分の足元を見ました。あなたは後ずさりしながらみんなに彼を素晴らしいと思っていると伝えましたが、もう憂鬱な殻に閉じこもってしまった。お見事ですね船長。船長、報告するの何もありません。あー、これか。電力要素みたいなやつあるけど、これどうすんのこれ。ロボット像のところ行かせるか。ちょっとなんかないとやばいねこれ。とりあえずちょっと数回いつかなくなるからこのままだと。また来たし、なんやの君は。今度じゃあ防具で行く。これもしかしてこういうイベントなのかな。これこれをクリアしなければならないのか。62日目。私を攻撃から守るあなたの姿はとても感動的でした。いくら防具を着ていたとしてもあなたの勇敢さを劣ることはありません。もちろん頭が狂った行動でありましたが、やばいな。我々の宇宙旅行には体の健康に与えるリスクがあります。緊縮から、怠惰、凶悪に塩分過多の食事まで様々です。あ、トレーニングさせるか。63日目、帰ってきた。ベビーロボット像から帰って
てきたけどって感じか。ふん、うん、あ、もっと充電しないと。聞いてください。私のセンサー不明のアクティビティを私たちのシャトル内でキャッチしました。ロボット犬から充電が待ったのですが、目の光はまだ少し弱いです。私たちの用意したバッテリーでは十分充電が足りませんでした。私たちの予備から少しだけ電力が当たることができます。行こう。電力作動。どうだ、どうなる。なんかすごいことになった。目標達成。ロボット犬を充電する。私たちは動物型ロボットに私たちの持っている全てのものを与えました。この手のかかるロボットを予備の主電力に差し込むとすぐに目が光り出し、強い2つの光のビームとあなたのクルーの目をくらましました。少しでその光が落ち着き、やっとあなたは新しいロボットをじっくり見ることができました。そしてあなたはロボット犬が気に入りました。隣に膝の上に乗せようとしましたが、全て金属でできていたため膝に乗せるには重すぎました。それは柔らかなふわふわタイプでベッドはありません、船長。まあでもこれであなたも寂しくないでしょう。正直すでにロボット犬もあなたのことを気に入っているようです。なぜでしょうね。こんなに興奮しているあなたを見るのは久しぶりです。最後の食事以来ですけども、私も嬉しく思います。名前コペルニクス。ロボットチワワ、どうするんだこれ。ロボットチワワで、ロボットチワワいるだけ。これロボットチワワでどうすんだこれ、この後。とりあえずクラフトしたいけど資源がないな。え、ロボットチワワエンドな、何回行くんだこいつ。電力いくか。電力上げるから帰ってください。66日目。宇宙市民たちを援護してください。さあ船長、あのクソ野郎ども丸焦げにしてやりましょう。よくやりました。下品な言葉遣いです。すいません。しかし船体からギガワットの電力を送るとどうしても口が達者になってしまいます。そんなことより侵入者は完全して逃げ出しました。どうすんだあれ。どうやらこのプラネットロボットの住人たちの一人があなたに勝負を挑んできます。天才性で彼は自分の優位性を示すために頭の勝負から体力的な腕前勝負のどちらかを私に選ばせました。とりあえずこの ロボットチワワがどうにかなってほしいけど、ロボットチワワエンドなるものはないのか、もしかして。はあ？何かを見せようとしてるらしい。電気をつけたのは誰ですか。私ではありません。船長、何もなかったらあなたを起こしたりしないんですが、あのロボット系を見てください。プロジェクタービームのようです。その場所を誰に調査させますか。じゃあ、これでプロジェクターマップに映し出してるのか。シャトルの壁を見てください。船長、何かの形になってます。少しずつ明確になってきました。これはマップのようです。ペットはあなたはどこへ先導しているのでしょうか。ここ掘れワンワンか。終わり。お、来た。ベビーは予期せぬ宝を探しに胸を躍らせ、ロボット犬を連れて外に出ました。彼が戻ってくるものすごいピカピカのスペースシップと叫んでいるのを聞いて、私は自分の聴覚センサーを疑いました。でも彼の言ってたことは本当でした。私がさらにスキャンを行うと、さらに正真正銘のものすごいピカピカのスペースシップが近くにありました。なぜこのロボット犬は分かったのでしょう。もしかしたらこの船はこの犬の元飼い主のものだったのでは。どちらにせよこれはもうあなたのものです。船長、これを利用しましょう。よかったね。おー、いいね。ピカピカとは言えないような気がするが、あ、これかくして、ドーキン船長の新しい4本足の相棒は新しく手に入れた船で彼女とグループ論考をさらなる銀河の冒険と導きました。ディーディーベイビー、そして、新しい旅が始まるすぐに船長から愛情を込めて犬と名付けられた。おい、違う、犬だったっけ。ロボット犬はどこか別の場所で富と幸福を見つけるためにロボトーフを出発しました。こうして古い知恵が真実であることを証明されました。犬は宇宙市民の親友だという真実が。エメットの冒険を持っていってる短かった。あいつか。
不幸な終わりを迎えた時には当初予想していたよりもたくさんの宇宙の不思議を目の当たりにしました。ドーキンス船長はいつもベイビーに親切だったので彼は残りました。これ優しい巨人はディーディーの信頼できる相棒になり、現実と想像の両方の距離に対する勇敢な護衛になった。ドーキンス船長はエイプリルが本当に誰なのか知りません。ベタ、ディーディーは夢の生活をしました。偉大さ、星、よりどり緑のスープ。ただもちろん彼女の人生はまだ追求してならなくなるものがありました。コーヒーです。この貴重な飲み物を探して彼女はスターレイターディーディーとして知られるようになりました。彼女は民衆の英雄として称賛され、銀河全体で貢献を剥奪された人々にインスピレーションを与えました。作者についてのかなりひどい詩もいくつか書かれました。おお。4人のアマチュア飛行士は地球の軌道を出て何らかの運命に従って向かっていって以来、長い年月が経ったように思われます。今勇敢な生存者2人組は新たな楽観主義をもとに、未来へ歩みを進めることにしました。物語の何は他の物語の始まりがあるものです。よかったね、生き延びた。ということで、ロボット犬エンディングが見ることができました。よかったね。ジジです。